イギリス軍が誇る空母クイーンエリザベス、その誇り高い上艦にアメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中なんだって。空母クイーンエリザベスは F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということだね。これはイギリスだけの話ではなく、日本も護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているな。クロスデッキというのは、空母の共同使用ということで、デッキ甲板をクロス交差させるということだな。自国の空母に離着陸させるんだから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいかないよね。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければクロスデッキ訓練はしないだろうな。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけだぜ。うんうん。さて今回は護衛艦出雲が改修工事を急ピッチで進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ではクロスデッキ用の改修工事とはどんなものなのか説明すると、まず艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して作業を進めているんだ。クイーンエリザベスには F-35B 戦闘機がいっぱいに搭載されているんだけど、その光景を見ると圧倒されるよね。出雲を回収したら日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるんだろうし、その下準備というわけで山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか、2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表していて、その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっていたよね。特に注目されるのが、対象となる場所領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということで、これは今後の防衛の方向性を示すものと言えるんじゃないかな。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がするし、敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていたけど、現実世界でもあり得ることらしいね。そうなったら、戦争というものに対して無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと不安に感じるよね。さて、前述のように新しい分野への対応もしつつも、同時に現在の事態への対応も必要で、その対応と考えられるんだけど、現有のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため、231億円という高額な具体的改修費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなったよ。航空母艦という言葉だけを見るとかなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられるし、戦争につきものといった考えなめないよね。その通りで、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば言葉だけが一人歩きしてしまう傾向を生み、その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が攻撃型兵器である航空母艦を保有しても良いのかという批判が上がっていることも事実だな。自衛隊の趣旨から攻撃的兵器保有は容認できないとする意見だが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているわけだ。当然といえば当然だね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、なんといっても血税で購入するわけだから、しっかりとした誠意ある説明は絶対必要だと思うよ。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では攻撃型潜水艦と呼ばれているから、これも問題なのかという反論が上がっていて、要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装武器によってどんな風にも運用できるんだから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったね。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲と加賀を航空母艦として改修し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、
南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようで、この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機だから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるってわけ。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているぜ。このように、尖閣諸島方面などを目的とした海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、香川、中国を牽制するためには必要不可欠な戦力になると考えられているみたいだな。では、この改修工事はどんなスケジュールが予定されているのかってところだけど、具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程は、2020年にはすでに出雲が約31億円の経費で飛行甲板周りの強化工事を行っているみたい。とはいえ、この工事完了はまだ第一段階に過ぎず、この次になる5年後の定期点検時に再度改修工事を行うことで、やっとすべての航空母艦化改修工程が終了することになり、ここでようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけだね。こういったスケジュールだから、従来は2021年に大規模定期点検に入る加賀が一度に改修工事をすべて終了し、出雲より先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈だったんだ。だけど、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明していて、1度目は約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったよ。その理由だけど、現在の加賀は垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体で、それを短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事ってわけ。具体的な工事内容だけど、現在は監視方向に向かって緩やかに狭まっていく形状をしている艦首なんだけど、それをスクエア四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに最適な形状にするという工事だね。この改修工事を香川1回目の改修工事で行う予定で、5年ごとに行われる2回目工事では F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための、艦内区画の変更を行う予定になっているな。2回目の改修はアメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われるぜ。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられ、出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれており、どちらにしても出雲の方が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されているってわけだ。では日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明すると、なんといっても気になるのはそのお値段だよね。果たしてどれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったんだろ？改修工事と補強を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、2020年度予算は6機購入予定で経費は793億円、実際に購入するのは2024年ということで、2021年度予算では2機購入で経費264億円、これも実際の購入は2025年という計画になっているみたい。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、どちらも1機当たり調達価格を計算すると約132億円になり、ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型で、計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということがわかるよね。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになるんだけど、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになったんだ。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、
スキージャンプ式がないということで燃料や並走の積載に制限が生じることになり、デメリットとなるんだけど、対潜哨戒用は言うまでもなく、航空母艦上ではヘリコプターの運用もしなくてはならないから、そう考えた場合あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が領有権を主張している竹島なんだけど、2012年平成24年8月10日は当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して物議を醸し出したこともあったよね。東日本大震災の翌年で、日本国内がまだまだ不安な状況下での火事場泥棒じみた行動に批判も吹き出した記憶があるなぁ。支援を行ってくれたのも事実だが、こんなことをされたら台無しだな。さて、そんな竹島に急展開が起きたみたいで、当時国以外のイギリスとオーストラリアが竹島を日本領土だと認識しているんだって。今回は竹島の領有権関連について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在、日本の領土問題として多くの人が認識しているのは、北方領土ロシア、竹島韓国名独と、尖閣諸島中国台湾の主に3つだよね。特に北方領土については、日本地図にも載っているから、日本人としては学生時代に教え込まれるものだよ。北方領土に関しては、政府もなかなか強気に出られず膠着したままだぜ。まあ、わざと交渉のテーブルから外した安倍元総理みたいな政治家もいたけどな。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいから、いやでも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっていて、毎日のように中国海警局艦船と小競り合いが続いており、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられるよ。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではなく、台湾も自国領と主張し始めているんだけど、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国ってわけ。中国は台湾統一を果たすために尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば、有利になるから、日本は防衛のためにも中国の台湾統一を阻止する必要が出てきたよ。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではあるんだけど、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように、交渉で返還を図ることは事実上困難だと思うな。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されており、ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することはできないだろうな。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なんだが、非常に残念なことに日本の政治家にそういう高スペックを持っている人物はいないようだぜ。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという虫の政治家は皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ないよね。中国がその気になれば尖閣諸島を実効支配することは至って簡単と見られるんだけど、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による物理的な防衛を強化していく方法しかないと思われ、また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしているけど、アメリカ国内メディアからはまずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているみたい。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということだろうね。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でもアメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論がアメリカ中には一定数存在しているということで、そしてこれは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは覚えておくべきことだと思うよ。こんな状況下、竹島の領有権問題について前述の通り、急展開が起こっていて、日本側の主張を裏付けるイギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたんだって。場所は東京都千代田区霞が関にある領土試験展示館で、
2021年9月28日から領土主権展示館では太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする西側連合国と締結したサンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されたんだ。歴史を振り返ると、1945年昭和20年8月、敗戦国になった日本はアメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部 GHQ のマッカーサー元帥などの統治下に置かれ、7年間1952年昭和27年4月までその状態が続き、マッカーサー元帥は1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で日本漁船の操業を認めたんだけど、韓国名で独島と呼ばれる竹島が日本側の枠外になっていたことは事実ってわけ。ただし、あくまでも GHQ サイドの便宜的なもので1951年昭和26年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域はチェジュ島巨群島ウルルン島を含む朝鮮と書かれていたのも紛れもない事実なんだ。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は上記地域に独島を追記してほしいと要請したそうだけど、翌月にアメリカ側は独島は日本の竹島と認めて韓国の要請を拒否しているよ。当時、初代韓国大統領であったイ・スンバンは不服として、1952年1月いわゆるイ・スンバンラインと呼ばれる境界線を勝手に引いていて、マッカーサーラインの真似をした形で、独島を含めて引いたことにより、強引に韓国領土に取り込んだわけなんだ。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いているイ・スンバンラインの宣言に、翌2月日本もアメリカもこのラインを認めることはできないと抗議したんだけど、韓国は聞き入れずそれから70年以上経った今も独島の実効支配を続けているってわけ。竹島の帰属についてこれまで韓国側はアメリカ一国だけが日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきたよ。しかし今回、領土主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことがはっきりと記載されているんだ。また同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた同国外交官に送った電報も展示していたが、その文書には従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうだぜ。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、チェジュ島巨群島ウルルン島に独島を加えるように要請したものだったらしく、その破棄対象に独島を加えることを了承させるため、韓国側は地理上の位置を偽って要請しているから、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていたな。この領土主権展示館で掲示された日本の主張を強化する新しいイギリスや、オーストラリアの公文書に対して韓国側はどう出るか見物だけど、多分今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することだろうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示などによって韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもないよ。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年平成19年に収益させた強襲揚陸艦に独島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けているみたい。それ以降も日本への対地攻撃を意識した潜水艦と三安ちゃん砲を配備し、この艦の最終型であるバッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始しているから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなるよね。日本は自国領土でも一度実効支配されてしまえば北方領土のように手も足も出なくなってしまうから、こうした前例を無駄にすることなく尖閣諸島が同じ状況に陥らないように政治的行動を期待したいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。陸上自衛隊の第 3.5 世代第4世代との見方も主力戦車である一丸式戦車は、国産戦車として4代目にあたり、
それまでの第三世代主力戦車90式戦車と比較して戦闘力の総合化が図られているね。火力、機動力、防護力がそれぞれ向上した上に小型軽量化もなされていて、日本の国土防衛に適した戦車だな。日本の技術力を結集させた誇るべき戦車だよね。さて今回は高性能な陸上自衛隊の90式戦車について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本本土防衛のために最適な能力を有する戦車を将来にわたって保有するため、戦闘の形態の目まぐるしい変化に対応可能な機能性能を有した後継の開発が必要とされており、90式戦車の後継として新たに導入する戦車の条件として、C4I システムによる情報共有及び指揮統制能力の負荷と火力、防護力、機動力の向上、そして全国的な配備と戦略機動のための小型軽量化が求められていたんだ。そして2002年度平成14年度から防衛省技術研究本部現在の防衛装備庁と、三菱重工業において開発が進められ、2008年に試作車両が公開されて主な所言などが明らかにされたよ。その後2010年6月14日に静岡県寸東郡小山町の陸上自衛隊富士学校富士駐屯地で、90式戦車試作車両として報道関係者に公開、90式戦車と並走して走行する姿が公開され、さらに同年7月11日に行われた富士学校富士駐屯地開設56周年記念行事で、初めて一般向けに2両の試作車による走行展示が行われ、この2010年度から陸上自衛隊で調達が開始されているね。90式戦車の主な所言は全長 9.42 メートル、全幅 3.24 メートル、全高 2.30 メートル、全備重量約44トン、乗員3名とされ、90式戦車より一回り小さく74式戦車よりやや大きく、喧嘩方式が74式戦車と同じく全天輪が油気圧式のパッシブサスペンションとなっていて、74式戦車と同様に左右への車体傾斜機能が復活していることが90式戦車との違いなんだ。これまで日本が独自に開発してきた戦車のうち90式戦車については、アメリカと旧ソ連による東西冷戦の影響を受けて主に平地が広い北海道での運用が考慮されており、大口径の125メートル砲が搭載されている旧ソ連製の T80 戦車などに対抗するために、大型化せざるを得ず、重量が約50トンとなったな。そのため90式戦車は日本国内の橋梁や路面の許容重量の基準から北海道以外では平時における配備と運用が難しいとされ、90式戦車の開発においては本州、四国、九州など全国的な配備運用に適した能力と、砲塔を乗せたままでのトレーラー輸送を可能にするなどの戦略上の機動性向上が求められた結果として、全備重量で約6トンも軽い約44トンとされたぜ。74式戦車を陸送する際にトランスポーターで輸送する場合、73式特大型セミトレーラーによって車体に砲塔を搭載したまま輸送できるんだけど、90式戦車の場合は最大積載量が50トンの特大型運搬車であれば砲塔と車体が一体のままの状態で輸送できるものの、最大積載量が小さい73式特大型セミトレーラでは車体から砲塔を分離して下ろし、別々に輸送しなければならなかったんだ。しかし、90式戦車では全備重量が約44トンに収められているため、約4トン分の装甲などの装備を取り外すことで砲塔を車体に搭載したまま、73式特大型セミトレーラで運搬することができるようになったってわけだ。さらに近年では全国的に道路交通網が整備され、かつて61式戦車が開発された頃に比べると道路の発展に反比例するように鉄道は地方ローカル線の廃線が進み、輸送網として機能しなくなっているぜ。そのため陸上自衛隊では74式戦車の開発以降、戦車の鉄道輸送は事実上断念していて、90式戦車を輸送する場合、専用のトランスポーターで輸送を実施しようとすると道路の許容重量によっては走行できるルートが限られてしまう可能性が大きく、といって舗装道路を長距離自走させた場合には履帯キャタピラーや足回りと、路面舗装を傷める可能性が指摘されていたんだけど、
一丸式戦車の設計にあたっては同時代に開発された世界の第 3.5 世代主力戦車の中では、小型となる40トン級車両とすることによって舗装道路を自走する際の車体と路面へのダメージ低減にも成功したんだよね。戦車において日本全国の主要国道にかかる橋梁約19,700箇所における橋梁通過率は、重量が約50トンの90式戦車で約 65%、55トンから60トンを超える海外の主力戦車では約 40% 以下とされているけど、この軽量の一丸式戦車に搭載されているエンジンは1200S2300RPM を発揮する三菱 8VA34WTK で、このエンジンは61式戦車以来の水冷4サイクル V 型8気筒ディーゼルエンジンで、出力重量比は約 27PS トンで、90式の約 30PS トンと比べれば若干低いとされながらも、出力 1500PS 重量55トンの戦車とほぼ同等なんだ。なお、この三菱 8VA34WTK については、そのコンパクトで高性能な点に着目したトルコが、2014年に新型戦車アルタイへの導入を希望したことを受けて、当時の安倍政権が武器輸出緩和政策の流れに乗って共同開発を行う方針が示されたことがあるが、トルコから第三国にその技術が漏洩する恐れなどから実現しなかったとの経緯があったぜ。目先の利益を取るより、情報漏洩のリスクを考慮した賢明な判断だよね。この高性能なディーゼルエンジンによって一丸式戦車は最高速度 70km/h を発揮するんだけど、変速比を常に最適に制御可能な、油圧機械式無段階自動変速走行機ヒドローメカニカルトランスミッション HMT を採用しているために、更新速度においても最高速度 70km/h を発揮することができ、さらにこの変速走行機によって90式戦車半分の半径で旋回が可能とされ、動力装置の高効率高応答化と小型軽量化が実現され機動性が大きく向上されているんだ。一丸式戦車手法にはこれまでの44口径 120mm 滑空砲より重量が 13% 軽減された。日本製鋼所製の軽量高高圧方針の44口径 120mm 滑空砲が搭載され、さらに将来的には必要に応じて欧米の第 3.5 世代主力戦車の手法である、55口径 120mm 滑空砲への換装が可能なように設計されているね。また、弾薬の互換性を保持するため、手法の一部に西側諸国に共通のラインメタル社製の 120mm44 滑空砲と共通の設計がなされていて、90式戦車用の砲弾はもちろん、NATO 弾も使用できるとされているな。なお、一丸式戦車用の砲弾には鉄鋼弾の他に空砲も調達されており、訓練や演習時の使用はもとより記念行事や模擬戦闘などで90式戦車では実施できなかった空砲射撃が可能となっているぜ。砲弾の装填には軽量化が図られた自動装填装置が装備され、砲塔内のベルト式球弾装置によって砲塔後面にある球弾用ハッチから自動装填装置への球弾を行えるんでしょ？そうだね。弾薬を砲塔内で保持する機構は90式戦車では爪型であったけど一丸式戦車では筒型になっていて、これにより装填中の砲弾の挙動が安定し、不整地を走行しながら戦闘時の装填安定性向上や、より早く装填することが可能となったんだ。また、副武装は砲塔上面の車徴用潜望鏡上部に旋回式の 12.7mm 重機関銃 M2 と、手法と同軸に74式車載 7.62mm 機関銃が装備されているよ。一丸式戦車の装甲には正面に複合装甲が採用され、その他の防弾板には結晶有微細化鋼板と呼ばれる鋼板が採用されており、増加装甲も含めて高い防御力を維持しながら軽量化が図られているな。そして一丸式戦車最大のポイントは、陸上自衛隊戦車に初めて搭載された。C4I システムコマンドコントロールコミュニケーションズコンピューターズ&インテリジェンス式統制通信コンピューター情報というネットワークシステムで、一丸式戦車ネットワーク 10NW と呼ばれるこのシステムは、ここの戦車内部だけでなく小隊や中隊単位の一丸式戦車同士が相互に情報を共有伝達することが可能で、
例えば指揮官車の各種指示を全隊員が確認可能なモニターで共有するほか、車両間においてリアルタイムで射撃データを共有したり、各車の燃料残量や損害などを把握したりすることが可能となっているだけでなく、海自や空自とのデータ共有なども可能とされ、自衛隊員の間では走るコンピューターなどと呼ばれているというよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。